皆さんこんにちは。フェニクシーの橋寺由紀子です。本日はフェニクシーインキュベーションプログラム第3期バーチャルキックオフにご参加いただき誠にありがとうございます。私たちフェニクシーの挑戦は社会起業家の育成と利益と社会的インパクトを同時に追求するビジネスの実現です。その実践の場として昨年6月滞在型インキュベーター施設トベル1号館をここ京都にオープンしました。ウィズコロナの下でのプログラムの再開に際しては安全な施設運営の在り方 How となぜこのプログラムが必要なのか Why を再検討しました。企業や組織の中に埋もれる優秀な人材、技術、事業アイディアとスタートアップ流のビジネスをうまく組み合わせて持続的な社会課題の解決への好循環へとつなげる、そんな私たちのビジョンはコロナ禍にあっても揺るがないものです。そして何より事業アイディアの実証検討を進める1期2期の修了生の活躍が私たちを後押しする大きな力となりました。今月第3期6名のフェローを迎えました。彼らとともに時間と空間の共有から生まれるイノベーションを育んでまいりたいと思います。それではいよいよバーチャルキックオフを開始します。はじめにフェニクシーのモデルとなった米国ワシントン DC にあるハルシオンのケイト・グッドール CEO、 そして西脇隆俊京都府知事からのビデオメッセージをご覧いただきます。